じゃあ後で味方を教えますね、見たってください、ね、さあ、体重測ります。ママ気になるね。830。840にしときましょう。はい、じゃあ先に身体検査をサッとしますね。だけどすごい怖がってるね。どこで買いましたこの子？カインズ森山です。カインズ森山。はい、じゃあ顔を見せてもらおうかな。おっとっとっとちょっと怖いな。気をつけんと怖いね。はい、目は綺麗ですね。から歯、歯と歯茎の色を見るんですけど、うん、歯は綺麗だし、歯茎の色もこれ、この色がこれが顔色ね。見せてくれる。ダメかな、ダメかな。こんな感じ。あ、はい、これピンク色でしょ、はい、これが元気な証拠。あ、はい、目隠ししてお腹触ります。お腹は柔らかいのが正常ね。 OK、 柔らかいですね。あ、でもちょっとだけ胃が触れるか。はい、から脈見ます。脈は内股で、めちゃくちゃ呼吸が早いよね、今興奮してるからかな。聴診では呼吸の音と心臓の音を聞くんですけども、はい、まあ、心拍数めちゃくちゃ速い、はい、で呼吸の音はまあ正常範囲かな、はい、聞こえないのが正常なんですけどね、はい、で心音自体は正常範囲だと思います、はい、さてと、じゃあ爪を切りますが、ね、ちょっと手伝ってもらいますけど、目隠ししてほしいんですよ、はい、今目隠ししてるじゃないですか。よいしょ。映らないか。映らないか。私これで映るね。はい、いい。左右バランスもね。ちょっとこうやって目隠ししたってください。そうです。はい、じゃあ爪を。よく見ると血管があるのわかるんですね。わかります？ピンク色の、このピンク色と先端の真ん中ぐらいで切っておきましたね、うん、痛い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 。ちょっと失血しちゃった、ごめんなさい。ちょっと止血します、すいません。この黄色い粉は止血剤なんだけど、うん、あの味の素ってわかります？化学調味料 の、 あの、はい、味の素の粉、あれは、ね、1個あった方がいいですよ。あ、そうなんですね、うん、もし出血したらそれでつけて抑えると早く止まります、うん。
はい、じゃあ楽にしましょうか。はい、よかった。じゃあね、あのね、胃がちょっと触れるっていうのはね、ちょっとよろしく。そんなひどく触れるわけじゃないけど、大体どこ触っても柔らかいんですよ。だけど、この上腹部、この辺でね、なんかこんなぐらいの丸いのが触れるのが胃なんですね。胃の柔軟性がちょっとだけ落ちてるかなと思います。で、その声だけやって、またお話をしたいと思います。これあの食べた毛とかね、はい、あの便に出しやすくする薬、うん、猫ちゃんの毛玉用の薬なんですけど、ウサギさんも使えるんで、これをちょっとだけ食べさせますね。だいたい 1cc ぐらいね。前歯があるから、うん、前歯のないところ、うん、すぐ横でちょっと奥に入れるともぐもぐするんで、そしたらそこでブーッと入れる。そうすると、してますよね。はい、OK。じゃあ、バッグに入れてもらっていいですか。